今日は取り急ぎの形な動画になってしまうんでですね、まあラジオ形式で特にこう映像に何かあるわけでもなくて、ただ僕がただただ喋るだけの動画なんですけれども、開幕戦ベガルタ仙台はアウェーでサンフレッチェ広島と対戦しまして、結果は1対1のドローということで、ただ前半20何分ぐらいにですね、ちょっとすいませんうろ覚えで、島尾真人選手がレッドカードで退場してしまって、数的不利の時間がかなり長かった試合で1対1のドローっていうのはもう勝ちに等しい引き分けではないでしょうか。おめでとうございます。そしてありがとうございます。いやーね、すごい個人的にはいい試合だったなというふうに思っております。もちろん結果は1対1の引き分けでした。勝ちではないんですけれども、でも応援している僕としては非常に満足のできる試合だったなっていうふうに思っております。まあ、先に良かったところで終わった方がいいですね。先にちょっと気になったところをいくつか言っていきたいなというふうに思います。まず島尾真人選手がですね、まあ、退場するきっかけになったのはですね、ピアタビア選手がワンタッチでバンってジュニオルサントス選手に剥がされたっていう、あそこのシーン、あのままだとスオビクと1対1だったんで、それを止めようと島尾真人が一か八かのスライディングしたらですね、はい、あれ完全に、まあ、レッドカードでもしょうがないかなっていうような足にいっちゃうプレーになっちゃったんですけれども、まあ、そこのかわされるシーンをはじめ、アピアタビア選手ちょっと随所で硬さが僕は見れたかなというふうに思います。ただね、昨シーズンから試合に出てるとはいえ、プロ選手としてはこれがもうまさしく開幕戦だったんで、まあ硬さが見えてもしょうがないのかなとは思うんですけれども、徐々になんかその硬さなくなってきたかなというふうにはね、試合の通して思いました。ただ次の試合とかでも硬さが見えるようだったら、もしかしたらこうしばらくは J リーグの J1 の水に慣れさせるためにセンターバックよりも、まあスピードがあるんで右サイドバックとかでもやれそうだなと思ったんで、一旦サイドバックでちょっと慣れさせてからまたセンターバックに戻すみたいなのももしかしたら必要かもしれないですけど、ただ本当にポテンシャルの高さっていうのは見せてくれましたし、いいプレーもですね見せていたんで、ルーキー開幕スタメンということですけれども、まあ良かったなと思いますし、ヒヤリするところもあったかなとは思いますね。あとは島尾真人選手がそもそもあそこ結構際どいプレーでですね止めに行って、まあ結果レッドカードで退場になっちゃったんですけれども、あそこでレッドカードでいなくなられるぐらいだったらそのままスオビクと1対1になって、まあ最悪失点しても良かったのかなっていう気はします。まあとっさの判断なんですごくね島尾真人としても難しかったなと思いますし、もしかしたら彼的に言うと、自分の方が先にボールに行けるっていう風に思って、まあ思いのほかジュニオルサントスが早かったっていう可能性もあるんで何とも言えないんですが、あそこはね後ろから追いかけてプレッシャーかけるでも良かったのかもしれないなっていうふうには思います。結構ねやっぱ早い時間帯だったんで、まあ10人になってしまうっていうのは、その後結構辛かったかなというふうにはね思いました。あとは先発ワントップだった皆川選手ですね。まあ皆川選手に関してはちょっと後半どうしてもカウンターを主体でいきたいっていう時に、まあ一人でなんとかできるマルティノス選手をね前に置いといた方がいいだろうっていう、あの選択は僕正しかったと思うんで、まあのタイミングで外されてもまあしょうがなかったかなというふうに思います。マルティノス選手右サイドで守備頑張ってくれてたんですけど、あれだけ個で違いを作れる選手が右サイドで守備頑張ってるっていうのはちょっともったいなかったんで、あそこワントップに変えるのは大正解だったかなというふうに思いますが、ただ皆川選手正直11人の時から結構苦戦してたなと、相手のセンターバック2枚にね潰されてしまっていて、まあ相手のセンターバック2枚を褒めるべきっていうところもあるかなと思うんですけれども、もう少し存在感を示してほしいなというふうにはね思いましたね。ただまあ今後これからのね巻き返しに期待したいなというふうに思います。もういいところはもう昨シーズンよりもチームコンパクトに守れてたんじゃないかなっていうふうに思います。昨シーズンはなんかソーシャルディスタンスを気にしているのかなっていうぐらいなんか広々と陣形を取っていて間抜かれまくってたんですけど、今シーズンは結構コンパクトに戦えてるのかなっていう気がするんですね。時にはねコンパクトゆえに最終ラインが高くて裏が空いてるんで、ジュニオルサントスのスピードに振り切られるとかいうのもあったことはあったんですけど、でもコンパクトに守るっていうのはすごくサッカーにおいて重要だと思いますんで、いいサッカーだったなというふうに思いますし、あとはマルティノス選手がやっぱ個の能力っていうのは今のベガルタの中ではすごい武器になるなっていうふうにね思いました。あと個人的には前半の吉野選手がボランチに入ってるっていう時間帯もボランチ別に
良かったかなと思うんですけど、後半の松下選手と上原選手の、ダブルボランチもですね、非常に見てて2人ともうまさが見えるシーンがあってですね、面白いなというふうに思ったんで、まあコンビっていいんじゃないかなというふうに思いましたね。あと何たってこの2人を語らないわけにはいかないだろうっていうのは関口選手とそして久保選手ですよね。まず関口選手はもうとても35歳には見えないプレー、25歳の勘違いだったかなってちょっと思わず思ってしまうような、ほんとそんなねすごい鬼気迫るそして走り回るプレーでしたよね。もう10人になって苦しい中ですね、人一倍走ってくれていましたし、正直最初の11人の頃も本当にね押し込まれて辛い展開でしたけれども、関口選手が守るのにすごい頑張ってくれて、攻撃でもためを作ってくれて、それは10人になっても同じで本当にね関口選手大活躍だったと思います。もちろん同点ゴールのシーンは若崎選手がいいところにいたし、シュートもうまかったですけれども、あそこのチャンスを作ったの関口選手のドリブルっていうのもまさに25歳時代の頃に見たなって、何も変わってないな、すごいなっていうふうにね思わせてくれるようなプレーでした。でマンオブザマッチは僕はね久保かなというふうにね思います。やっぱりめちゃくちゃ止めてくれたじゃないですか。本当にサイドに振られてもなんとか体投げ出して止めてくれるっていうね、ところすごかったなというふうに思います。あの試合サンフレッチェ広島応援してる人とね終わった後 LINE でやり取りしたりしてたんですけれども、追加点を取れなかったっていうことを非常に悔やんでおりまして、でもそれはやっぱねサンフレッチェの決定力を嘆くというよりは僕はクバの素晴らしさを称えたいなというふうにね思っております。クバ以外もベガルタの選手たちは、すごい体を張って守ってくれてたと思うし、失点シーンもね体投げ出した結果それがコース変わっちゃったっていうようなところなので、それだけね体を投げ出せてるってところをむしろ褒めたいなというふうにね思います。クバ選手が本当に止めてくれたことによって、サンフレッチェの選手、どんどん前がかりになっていったっていうイメージがねあります。 1-0 でリードしてもう後半30分過ぎてんだったらもっと余裕を持って攻めてもよかったと思うんですけど、結構ガンガン来てくれたのはクバの牙城を崩せなくて焦りっていうのがあったんじゃないかなと思います。おかげでカウンターするチャンスっていうのもどんどん後半増えてきまして、推進力のあるメンバーを前線揃えようっていうね元々のその発想が、後半の推進力あるメンバーがですねどんどん投入されてきて、カウンターがどんどん決まり始めてくるってところに繋がってきてるかなと思うので、チームを作る上のプランニングからですねうまくいってるのかもしれないっていうふうに思ったんですけれども、あの展開ができたのはやっぱサンフレッチェが追加点を取れないプレッシャーでやっぱり前がかりになり始めていったってところがね僕はあるんじゃないかなというふうに思っていますんで、それを生んだのはやっぱクバのビッグセーブ連発だなというふうに思いますね。マンオブザマッチクバ、今年こそベストイレブンに選ばれてほしいです。昨シーズンは素晴らしい活躍を見せていたけれども、シーズン序盤怪我でいなかったのと、あとベガルタ宣伝があまりにも失点数多くてとてもベストイレブンに選ばれるような感じではなかったですが、個人的なパフォーマンスはやっぱり J1 でもですねもうトップクラスですので、今シーズンこそはですねベガルタ仙台も正直やっぱりその個の能力っていう点で言うとサンフレッチェの選手たちに劣るかもしれないなって思うところはあったんですけれども、ただこれだけチームとして戦えるってことは期待できるかもしれない、そのあまりその中位上位に行くようなチームには見えないですけれども、残留は期待できるかもしれないっていうふうにね僕思えたような試合だったんでですね、すごくいい試合だったなというふうにね思います。楽しかったです、何より。なんか必死に頑張るベガルタ仙台を久しぶりに見れたなというふうにね思いました。ということで改めてなりますが、ベガルタ仙台を応援する皆さんがですね多分この動画見てくれてると思いますので、改めてなりますが昨日おめでとうございます、そしてありがとうございます。